こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。テンバーアカデミーのオーストラリアアマゾン輸出サポートを受けると、6ヶ月間で月額30万円稼ぐためのスキルが身につきます。初心者が稼ぐのに大切なこと、簡単にできることを実践するだけで結果が出ること、簡単に稼げる環境がオーストラリアアアマゾンには揃っています。 何をすれば稼げるのかを初心者にも分かりやすく教えるサポートです。まずは、文末の購読ボタンを押して、スカイプ相談を受けてください。あなたがあと10年以上生きるなら、自力で稼ぐスキルは必須です。Amazon を使ったビジネスは結果が出るのが早い。Amazon 輸出を始めて、半年で月10万円から70万円稼げるようになりました。 30日間で3000ドル、30日間で6000ドル、30日間で11,309ドル、30日間で21,282ドルと。これはアメリカ・アマゾンの結果です。オーストラリア・アマゾンも、これから稼ぎやすかった頃のアメリカ・アマゾンのように、あるいはそれ以上に稼ぎやすい状態になります。日本に生まれたのにアマゾン輸出をしないのは損です。これから、 一番稼ぎやすくなるアマゾン市場はオーストラリア。日本製品はオーストラリアで高く売れます。オーストラリアは27年間後継気続きです。日本とは正反対です。そして人口も先進国中で最も増加しています。これも日本と反対です。そしてオーストラリア人はスイス人を抜いて世界一の金持ちになりました。一方、輸出ビジネスは、輸入ビジネスは 稼げないです私も輸入ビジネスに取り組みましたしかし日本人は品質だけでなく価格、包装、梱包、配送日数、正確さ、アフターサービスすべての要求が厳しいですアメリカでは新品で通用する商品が日本では中古どころかゴミとしての価値しかないそんなざい残念な体験もしました また、輸入ビジネスや背取りで稼げなくて、宿泊していたのに、アマゾン輸出は進めて、稼げない副業から、稼げる本業に変化して、会社の社長になった会員さんも何人もいます。世界最高の仕入れ場所、それは日本。良いものでも安く売らないといけない日本は稼げにくい。しかし、逆に言うと仕入れ場所として、日本は最高です。私の世界旅行も、最初は、 良い商品の仕入れ先を探す旅でしたしかし今や日本ほど仕入れに適した国はありませんこれは世界50都市以上を回って強く実感しています物価の安い日本には儲かる商品がいくらでもあります例えば100円ショップダイソーで買った商品が何倍もの値段で売れていますこれらの商品は実際に売れている商品ですくっきり二重まぶたにするアイテープ 粘土、ベイブレード、炊飯ジャー、ストレートアイロン、ソニーのワイヤレスコントローラー、コピック、プラモデル、そしてプラモデルのパーツ、家庭用プラネタリウム、ジャガポックル、ウイスキーと、ね、日本商品、 高く売れる日本商品はいくらでもあります。始まったばかりのオーストラリアアマゾンは今が絶好のチャンスです。実はオーストラリアアマゾンはまだテスト運営期間中といったところシステムにも不備が目立ちます。他にもいくつか日本やアメリカと違った運営をしています。まずは6月19日プライムサービスが開始されました。日本やアメリカの感覚だとアマゾンといえばプライムサービスがあってこそのアマゾンです。 そのプライムサービスがやっと提供されました。7月のアマゾンプライムデーに合わせてプライムデーの会員の募集広告が開始されました。9月にシドニー物流センターがオープンしました。これで最大消費地のシドニーの住民がアマゾンの利用を開始します。10月に食品の扱いを開始しました。日用品である食品を扱うことでアマゾンに訪れる頻度が上がります。 これから年末にかけてどんどん販売力がアップしていくことでしょう。今から売れる商品を見つけて12月の書き入れ時に備えましょう。日本には高く売れる商品がいくらでもありますが、はじめのうちは高く売れる商品を見つけるのが大変。また、高く売れるけど扱わない方が良い商品。一見儲からないように見えるけど実は安くて仕入れられて稼げる商品もあります。それら、 高く売れて儲かる Amazon 輸で扱うべき商品の探し方をサポートするのがテンバーアカデミーのサポートです。わからないことは気軽に聞けば解決するサポートがついています。そしてテンバーアカデミーのサポートは儲かる商品を見つける方法を手取り足取り、今節丁寧に教えるのは最大のメリットです。Amazon がオーストラリアに上陸しました。日本に住んでいるあなたはオーストラリアアアマゾン副業で 今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。